朝ごはんはオートミルとウエハス、そしてお蕎麦屋さんでお蕎麦、かけ蕎麦を食べております。で、炭水化物が足りなかったのでご飯も注文しております。まさかの 200g ぐらい入ってますね。食べ終わってから外に出て、もも肉を塩胡椒で炒めただけのものを食べました。これでタンパク質補充完了。で、そのまま完食にはですね、アンパン一つと激うまチョコプロテインを飲みました。夜ご飯はんは 家の近くのすき家で大盛りのそぼろ丼を食べました。完日も終わりました。最近はちょっとすき家にね、お世話になりまくってますね。そぼろ丼とマグロのたたき丼、もう優秀すぎてね。最近ちょっとあの、ワンピースの大海賊ウェハースにハマっておりまして、ウェハースの買いたいんじゃなくて、シールが欲しいんですよね。で、17個買ったんですよ、合計。1枚も被ってなくて、シールが。 こんだけウエハスがあります。ということで、毎朝ね、ウエハス2つとオートミールを僕の今朝ご飯にしてるんですけど、17枚買って17枚被らんかったら次被るまで買おうとしちゃうんですよね。いざ被っても3個買って1枚しか被らんかったらまだ買おうとするんですよ。この僕の良く,くない性格が出てきてるんですけど、今ちょっと僕の無駄な出費がね、 増えてってるっていいっっるう,もう余談でございました、まあ、食事自体はですね、だいぶ、ね、食べてもいるんで、全然しんどくないですね。なんかチートデーをしたいとかそういう気持ちも全くなく、で、体重自体もいい具合に動いてるんで、このままノンストレスで。 楽ししんで減量してていいけたらなっていう,ふうに思ってます。まだ7月の大会ということなんでまだ5ヶ月あるんでね言うてる間に詰めていかなあかんかなとは思うんですけどまだ5ヶ月あるんでちょっと気持ちには余裕を持って減量していけたらなと思っていますオートミールとウエハース2つそして今回ですねお弁当を持っていくのを忘れてしまったということでですねスーパーでちらし寿司を買いイカの お寿司を買い、そして、タンパク質が足りないなということで、カツオのたたきも買いました。完食にはですね、ウェイトダウンプロテインのバナナと羊羹とスニッカーズを食べました。で、トレーニング終わってですね、夜は煮込みうどんを食べて、最後にご飯を入れて締めています。 オートミルとウェハース2つなんですけど。で、お昼ご飯にはですね、明太子を使って明太子チャーハンというものを作りましてですね。まあ、胸にこう入れることによって、やっぱ明太子もっと入れなあかんかったなと感じながらも食して美味しくいただきました。続いての感触はですね、大阪の喫茶店風味のプロテインとウェハース2枚と洋館。今日は背中のトレーニング僕の大好きなこのマシンを使って行っていきます。このマシンね、めちゃくちゃいいんですよ。 僕の狙いたいと思っていた僧帽筋チューブあたりをしっかりとアプローチできるんで、もうこのトレーニングはもう僕のマストの種目になるかなと思います。ただですね、収縮してる時にうまいことプレートが被って背中が見えないっていうところがね、ちょっと難点かなと思うんですけども、今度誰かとートレをすることがあればですね、取ってもらおうかなというふうに思っています。 そうですね、ワンハンドローやりたいなと思ったんですけど、なんか犬ないかなと思ってたら、このローイングのマシン、ワンハンドロー、思ったよりめっちゃ入るんですよ。これいいなっていうことでちょっと採用して行っております。僕の後背筋の動きを見てくださいね。しっかりとあの、負荷が乗ってるのが目に見えて、わかるんじゃないかなと思います。狙っているところもすごいわかりやすいんじゃないかなと思います。これはですね、厚みというよりかはどちらかというとアウトラインを作るようなイメージで、 ローイングをしていますローイングやのにアウトラインって思うかもしんないんですけど、やってみるとわかります。すごい,い,いんですよ、この収縮が。いいんですよ、このトレーニング。そしてですね、久しぶりに踏ん張っちゃおうぜということでですね、80キロを引いてから40キロを引くというドロップセットでトレーニングをしようかなというふうに思ったんで、ただね、80キロはブ,ンブンブンブン振り回してるんですけど、今回はこれ40キロでのローイングになります。丁寧に、丁寧にしっかりと引いています。 やっぱね、自分、アメリカの血が半分入ってるということで、アメリカ国旗があるジムってなんかちょっと、燃えるんですよね。頑張ろうおっしゃーっていう気持ちになるんで、すごい気合が入って最近トレーニングできています。背中は今こんな感じですね。よう、効いてるわー。もっとでかくなります。 で、途中ですね、最後にちょっとなんかやろうかなと思ってたんですけど、久しぶりにやっぱりまだこの懸水がね、一回やったらよかったんで、懸水をやっております。いいですね、この懸水。すごいんですよ。なんかやっぱ、補助があると、全力で懸水できるじゃないですか。背中に効かせる懸水ってやっぱこの補助があるかないかで全然違うと思ってくるんですよ。本当に補助をつけて、 懸垂することで最後の最後追い込めるなっていう風に思ったんで今後ちょっと懸垂は入れていこうかなという風に思っていますで夜ご飯はですね煮込みうどん赤から鍋の素これ最後かもしれないですねこれで僕の夕食が終了していますうどんの後に米も入れて終えております帰ってまいりました愛犬ですうにーということでですね家の近くのジムに入会しちゃいましてですねあの近いのはいいね 普段の移動時間をトレーニングに当てれるっていうノンストレスでやってる感じですね。ということで食事なんですけどもだいぶいい具合に変わってきてはいるんですけども最近はちょっと2500から2700をまだ行き来はしてるって感じなんですけどまあ全然体自体はね絞れてきてるんじゃないかなっていうふうには思うんでこのまま やっていきたいと思います。そろそろね、色焼かないと色白すぎるんで、ちょっと色は焼こうかなっていう風に思ってます。ちょっと肩の違和感とかもあるんで、明日はオフにして、明後日し明後日とまた、ゴートレ、ゴートレっていう感じでちょっとトレーニング楽しんでいきたいと思います。朝ごはんはオートミール。少し後ろに愛犬が映って、オートミールです。お昼ごはんはですね、カレー。これはもう僕が、 出社するときは絶対に一号の米とカレーを持っています終わってからですねちゃんとプロテイン飲んだんですけど取り忘れてしまったということで帰り道に買ったおにぎりあのイカの塩辛おにぎりを買いましたイカの塩辛ってうまいなはいということで2週間ぶりのビフォーアフターになります感覚的には絞りできた感じはするんですが見た目にはあまり出ていないという状態ではありますただトレーニングのときの結果の出方とか コンディション自体は良くなってるんでこのまま絞っていきたいと思いますラストの食事は赤辛鍋の素まだ残っていたんですね赤辛鍋の素とうどんそして最後にご飯を入れて楽しみました食事を 続いて朝ごはんですね。ブルーベリーを入れてオートミールをウェハースと共にいただきました。で、ゴートレがあったんでゴートレをしてからお昼ごはんは僕の大好きなね、金八食堂というね、重曹にある食堂なんですけども、ここのホッケーの開きの定食を食べました。ここで初めてホッケーの食べてからホッケーにハマっております。ホッケーうまい。そして夕方ぐらいに完食でですね、ウェハースとプロテインとカロリー足りひんなと思い、セブンイレブンでスターバックスのペットボトルの カフェオレンのようなものを買いました。で、最後はですね、またこの塩ちゃんこ鍋の素を使って煮込みうどんを食べて、最後にライスを入れて締めています。サイドレーズですね、これ背中を広げたまま行うサイドレーズ。いぶきちから選手から僕が教えてもらった種目なんですけど、徐々に徐々に 背中を広げたままサイドレイズできるようになってきたなと思うんですけど、やっぱすーごい難しい。すーごい難しい。こんなんもう参考にしてって言いたいところなんですけど、難しすぎて参考にするのも難しいんで、これをもしマスターしたい方は、イブキチから選手のパーソナルに行ってみてください。いや、本当にね、でもめちゃくちゃ効くんですよね。で、このやり方にしてから、サイドのサイドが効いてる感じですね。サイドレイズで僕どちらかというと、リアミドルとか後部あたりが効いてたんですよね。なのに、このサイドレイズをやり始めてから、ちゃんとチューブのチューブが効くようになってきました。 一食目はですね、プロテインだけかなって思いきや、このプロテインと明太子チャーハンを作って食べております。うまい、この明太子チャーハンってなんでこんなうまい色な醤油と明太子しか入れてないのに。で、お昼ご飯はですね、キムチで炒めた炒め物をご飯1号と共にいただいております。で、またまた大好きスきヤ。洗い物が増えないっていうのはいいですよね。スきヤで大盛りをいただいております。で、夜寝る前にですね、リアファイバーとムキムキウい風味を混ぜて飲んで、その日の食事は終了です。 続いてはまたウエハーストオートミール。今日決まりになってきてますね。続いてカロリーハーフのカレーを使ってカレーを食べています。で、その次ですね、食べているのは塩コショウで炒めた炒め物とキムチをご飯と共にいただいております。ウエハーストプロテイン。 タンパク質質と糖質しっかりととって食事は終了です体重がですね今7 7キロまで来ましたイエーイということでだいぶいい感じにね体は変わってきているのでこのまま減量頑張っていけたらというふうに思いますももももう鶏肉もうもも肉 胸肉ともに使いながら安くなってたら豚ヒレも追加されるような内容でやっていて今回の1週間での変化といえば僕がウエハースばっか食べてるというね食事にウエハースが入ってるんですがそこはもう全く何の問題も体には出てないかなーっていう風に思いますなんならトレーニングの強度とかもしっかりと上がってきてるんでしっかりと体作ってここから進化させていきたいと思っています